はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラなんですけども、アップデートの方でストーリーが追加されました。物語ですよ、こういうの好きですよ僕ね。 RPG とか大好きなんでね。で、今あるのはソニア編だけなんですかね。ソニア編クリアしたら何かあるとかいう感じなのかな。プロローグ、これプロローグってタッチした瞬間始まるタイプですね。はい、竜を友とし共に歩む者、人々は彼らを竜監視と呼んだ竜監視ですね、竜監視と呼んだ。契約するっていう方は竜警視ですね。そんな竜監視たちがより強い力を求めて引き寄せられてしまう場所。まだ見ぬ無数の竜が集う世界の果ての秘境を竜警視、竜監視たちは竜の国と称した。今日もまた一人若き駆け出しの竜監視が伝説の竜との縁にし、縁を求めて竜の国の門を開ける。世界の果てにある竜の国に足を踏み入れた若き日のソニア、伝説の竜と出会い力を得ることができるのだろうか。ええー、やんすごい面白いやんってことって、一体だけ？ソニアさんだけ？昔やなー。若いってことは進化したら年老いていくの？懐かしい、このソニアさん。あー、なんかアップデートですごい変わったみたいですな、進化の時のやつも。いいじゃない？ってことで、これ多分ストーリーだよね。やっていきましょうか。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ、4分の1、わお、ここで喋ってくれる、まあボイスはないか。ここが伝承の地、竜の地か。竜監視としてさらなる高めを目指すにはより強い竜の力を。まあ三色盤面だしね、操作時間が全然ないのはあれだが、右下しくじってたな、2コンボ分損した。 OK、 あまたの竜警視を、竜監視をことごとく変えるうちにした伝説の竜を屈服させられれば、これさ、列消しの方がいい気がする気がするだからあれだけど、列消しで非属性ダメージを敵2人に与えた方がいい気がしますね。ドドン、まあまあこんなもんだよな。こいつらが落ちないのか。ドラゴンフラワー、懐かしいな、ドラゴンフラワー。まあ、つなげてれば倒せるでしょう。枯れた花火、仮面ティラお前喋んのか。そこへ知り悪い竜監視、竜監視か。神聖な竜の国、何のよ、ずら何のよ、ティラ。私は先を急ぐんだ、遊び相手なら他を探してくれないか。遊びとは何だ、ティラ。あ、さてはお前、オイラたちをいじめに来たティラね。そんな奴らはこのティラ様がやっつけてやるティラ。そこまで言われたら引くわけにはいかないな。私の力、警戒症竜、にゃ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 。あの、ボスのカットイン自体はかっこいいのにさ、ボスのティラ、そんな脅威じゃないよね。まあ、BGM がこれなのはいい。あの、マルチの BGM は結構好きなんですよね。かっこよくて。やばい、思考停止してる。思考停止。これでいい。まあ、一撃で突破できると思うけど、まあね。お前強いティラー。ティラの表情よ。竜は力で練り伏せないと竜監視だからな。お前何か勘違いしてるティラ。おーっと、これは伏線ですよ。それよりお前はこの国に詳しいのか？伝説の竜がいる場所まで案内してほしいのだが。で、伝説の竜ティラ？お前何を言ってるか分かって。どうすれば伝説の竜に会える？知ってたら教えてほしい。
伝説の竜に会うためには竜の国の各地を治めている竜将軍たちに認めてもらわないとダメ。戦って竜の宝玉をもらわないと。竜将軍と戦って宝玉をもらうか。わかった。本当に行く寺か。竜将軍、おっかない寺よ。構わない、それが私の選んだ道なのだから。かっこいいやん。だったらおいらもついていく寺。なんでや。道案内は任せる寺よな。道案内役だったらあれか、怖いんじゃないのかって。それ怖いわな。もう怖がりすぎ。危なっかしくて放っておけないティラ。そうか、ではお願いしよう。私は竜監視のソニア、よろしくティラ。これ次あれなのかな。あ、ソニアはティラ族のティラ。ティラ族案内を頼み、最初の竜将軍を目指して竜の国の奥地へと向かったのだった。ちゃんちゃんではないか。クリアー。これは多分第2話ではサブメンバーにティラいるんだろうね。これフロア初クリアで魔法石もらえるのか嬉しいね。ってことで、皆さん、面白いっすよ。ちょっとやってみてください、ぜひぜひ。魔法石も回収できます。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。